はい。はい、こんにちは。では、バー、ステラ・アビスやっていきます。データは初めてなんてないです。体験版とかもあったみたいなんですけど、それはやらずに、あえて取っておいた感じで、来ましたけど、孤独に耐えられないようになら仲良くしよう。このとっておきの一杯で、ステラ・アビスと、広い、いらっしゃいませ、お客様。ようこそバー・ステラ・アビスへ。初めてのご来店、ありがとうございます。よくこの店を見つけられましたね。どうやらひどくお疲れのご様子。喉も渇いているでしょう。早速何かお作りしましょうか。なるほど、これしか飲めないと。カクテル辛口度数33ジン飲みます。お待たせしました。さあこちらをどうぞ。当店のオリジナルカクテル、散る星の雫です。なんでこれ出されたんですかね、急に。散る星の雫、あんまりなんか縁起が良さそうでもなさそう。ああ、お金のことは気になさらず、こちらはご馳走させてください。なんで急に怒られたのか。当店に足を運んでくださったお客様への心ばかりのサービスです。へえ。ところでお客様、どこでこの店をお知りに。めちゃくちゃ詮索しますね。あんだけなんかオープンとか書いてあった、一元さんは割と普通に来るんじゃないですかね。え、風にさらわれたチラシについてきたらたどり着いた。そんなおとぎ話のようないきさつがあったのですね。まあ、あのチラシもここのお店かどうかもちょっとあれだけでは分かんないような気もしますけどね。どうなんでしょう。きっとチラシは知っていたのでしょう。この店がお客様に必要なのだと。いや、素敵な。大人になると普段の日常生活をすべて忘れ、落ち着ける時間が恋しくなるものです。ですからお客様も日常の疲れを癒すためつろいで行ってくださいね。バーは敷居が高いと思われますが、私が楽しめるようサポートいたします。なるほど、お前は慣れてないぞみたいなことをもう見透かされてしまったわけですね、きっとね。いやでもサポートしていただけるんだったら、まあありがたいことですね。私に好きなお酒や味さえお伝えくださればきっと気に入るカクテルをご紹介しますよ。こういったお店に慣れていないお客様でも楽しめるようにするのも私の務めですから。おお、なんか画面が揺れ始めたんですかね。バーテンダーにとって一番悲しいのは、お客様に楽しんでいただけないこと。ちょっと目がかすんじゃったのか。お客様には肩の力を抜き
時間を忘れてくつろいで過ごしていただきたいのです。静かにグラスを傾け、いろいろなことを思う。どんどんそういった時間をご提供できれば、私は。あれま。おりゃ。おいおい、こんなところに行き倒れがいら。なんだこいつ、死んでんのか。どこっすかね。うわ、起きた。お前大丈夫か。顔やばいことになってるぜ。ついでに腕も。おお。まったく、顔がなくなるまで飲んだのか。顔なくなってるんすね、これ。限界を超えて酒を飲むなんて、人間って本当にバカだよな。あれ、一杯目出されたけど、あの後もいっぱい飲んだっていうことなんすかね。やれやれ、お前みたいなバカのせいでオイラの仕事が減らないんだよ。すげえ、イルカみたい。まだ寝ぼけてるのか。早くオイラについてこいって。現実に帰りたいんだろ。傾けるとキャラクターが移動します。謎の生き物についていきましょう。はいはい、自販機みたいな。おお、おお、割となんか現代チックな立て看板みたいなのが。自販機多いな。あと傘。なんだこれ。めっちゃ樽多いや。そんな樽現代において使うことある？あのなあ、スロットなったんだ。へえ。ウェルカ。ああ、なるほど。37、2つ並んでますもんね。ここから喋ってくんないと。だいたいお前さ、自分がなんでここにいるか分かってんのかよ。思ったぜ。いいか、ここは酔いの世界。酔いに、酒に酔った人間が見る夢の世界さ。そしてオイラはティプシーさん。酔いの世界の神様で荒らせられる酔い神様のしもべだぜ。酔い神様の世界を平穏を保つために、この世界に迷い込んだお前のようなさまよい人を導いてやっているのさ。ね、そういうわけだから、現実世界に戻りたいならオイラの言う通りにするんだな。分かったな、さまよい。あ、さまよい。あ お前のことだよ、さまよい人。なんだ、呼び方が気に入らねえのか。剣ぶっ刺さってるのがまず剣だ。呼び方なんでもいいだろう。まあ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 、主人公しゃべらなパターン。ほら、あれお前のだ。あ、やっぱ剣もらえるんすね。で、バスターソードみたいな。後ろのちょんちょんちょんがついてる。あ？覚えがない。まあ、もらえるんだったら。特定のものに近づいて、罰で調べることができます。剣を拾ってみましょう。
そんな握り方なんですね。剣を振ることができます。おー、おえー、ええやん。草系のみでしたね、枯れる。あ、意外に枯れますね。めちゃくちゃ落ちてますね。額はちっちゃいですけど、さっきの口ぶりだと金ぐらいしか落ちてないんですかね。ちょっとごめんなさい、ぐるぐる回しちゃって。どうしても買っていきたくなる、せっかくお金もらえるんだったら。拾った剣はまだ見れない。あ、ごめんなさいね、グルグル。これ何？本か、本が落ちてるんですね。おっと、この階層はここで終わりのようだな。まあ、えらいなんか、なんかね、シャワーするところ。あそこの階段で次の階層に進めるぞ。フロアのどこかに階段があります。階段を調べると次のフロアへ進むことができます。早速調べてみましょう。草が買った後でどのくらいお金が、まあお金は必要なんでしょうけど、少しでも金策をしていきたい。進みます。はい、フロアを進む際進行先を選択します。矢印進行先を選び×で決定します。進行先によってさまざまな種類があり、選択によって次のフロアの特徴が変わります。今は進行先が1種類のみなので、そのまま決定しよう。あー、なるほど。自分で分岐を選べるね、ある程度何があるかというのは選べる。さっきのところも似てる。はい、少し。鍛えたスピリッツだ。エラクパンシー。うん、これでオイラの仕事はおしまい。あとはあいつが現実に返してくれるよ。なんだよその顔、どうすればいいか教えてやろう。あいつに縛いてもらうって目を覚ます。で、目が覚めたら現実に戻ると。縛かれる。フロアを徘徊するスピリッツに接触すると戦闘が始まります。後ろから接触したりうまく剣を当てたりすると必ず先制が取れると。はい、草刈ってか話しかけれる。あ、はいはい、殴られろ。いけないか。しばかれて戻れるはずが戻れない的な物語の始まりなんでしょうね。じゃあせっかくなんで後ろから動物が見えてる。戦闘が始まりました。まずは目の前にいるスピリッツを攻撃してみましょう。移動と攻撃。なるほど。はいはいはい。
サイドアタック。何やってんだおめえ、そいつに倒されろって言ってんのになんで攻撃してんだよ。そいつは次のターンだ、殴られてこい。あ、意外に行動、なるほど、矢印で行動を切り替えるんですね。で防御しろ、まあ、多分正面向いてた方がいいんだ。で矢印で防御、防御。防御すんな、やらないと目覚めないんだぞ。でこれで後ろからあれっしょ、バックアタックで上を押して攻撃しよう。はい、殺せました。戦闘に勝利すると戦闘リザルトに移り、獲得した経験値やお金が表示されます。表示されました。おお、倒してすごいジャンプで照れるな。で倒したら意味がなかったんだと。でもいや、なんか倒されたくはないですよね。でも案内してはくれるんですね。面倒見がいい人なんですかね。で地味にお金を稼いでいく、稼いでいく。あ、右上にお金見えんのいいっすね。今回いくら稼いだという感じなんですかね。ジュースは買えるぐらいは今回稼いだと。ピンクの木は桜なんですかね。季節感あるんですかね。花びらも散ってますけど。おい、やったな。あそこに、宝箱が落ちてるぞ。すごい。鍵穴ついてますけど。落ちてるものはジロウに拾っていいと。マップ内に宝箱が落ちていることがあります。近づいて調べることで中身を獲得。じゃあバッカスの酒、バッカスの酒は、体力を回復できる。入りたくないんだったら、なかったんだったら使う必要はないと。メインメニューを開く。アイテムを確認、確認。50%、 50%結構破格なんじゃないですか。せっかくなんでステータスメーカー、ゼロになると戦闘の MP は MP、 ムーブ、攻撃、防御、素早さ、運命力、弱点、耐性、異常。まあまあ、ね、セット ABC っていうのがよくわからん。切り替え、切り替えで解除ができる。なんかなんかあらあら、一度外したステラは消失。あ、大変なやつ。セットセット、あ、でもあ、威力が違うのはよくわからん。攻撃範囲が違う。なるほどね。で、す、あ、これがそれか。で、装備は？はい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 。何も装備してないぞ。はいはい。回復薬使う。うん。あ、使えと。減ってないけど。はい、はい。こらあれ、ああ。なるほどね。倒されろって言ってんのを使っていくから、またどっか行ったろう。
金稼いで稼いで稼いで、ごめんなさいね、稼いでいきます。序盤の建設ちょっと大事。はいはい、あ、また敵がいる。はいはい、お、またスピリッツがいたぞ。ゾウムスが見えてる。言われてるが、向こうに仮の星があるのが気になるけど、あ、しまった、勢い余って、いっぱいいますね。行動には他に2種類あり、矢印で範囲攻撃に切り替えて2人狙えて、はいはい、これで矢印、あー、なるほど、はい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 、遠くにいるスピリッツには遠距離攻撃が有効です。お、動かない、それを使える、はい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 、さすがチュートリア。特別な存在だと。もしかしてお前誰かの仕業で宵の世界に引きずり込まれたんじゃないか的な。誰かを勝手に宵の世界に引き込むやつが宵の世界に潜んでるなんて、これは一大事だぞ。一刻も早く犯人を見つけ出さないと。現実世界に帰りたいってさっき教えたのに無視しただろう。こらー、そうっすね、言うこと聞かないのが悪いですね。あのなー、世に世界にも出口がちゃんとある、スピリッツに痛めつけられるのが嫌なら道を進んで、目覚まし時計を探すのかな。時計の鐘を鳴らせばきっと現実で目を覚ませられるだろうから。でも宵の世界にはまるなよ。今宵の世界は簡単に攻略できるほど生ぬるい世界じゃないんだ。それじゃあ健闘を祈ってるよと。なるほど、じゃあ早速時計とやらを見つけて次のステップに。金を稼いでから、いや、芝刈り楽しい。これはあれ、シャワー台。少しで定食食えるぐらい食べそうで、ボス、はい、その先に強い気配を感じる、気をつけて進もう。第一世界、あ、キラキラしてる。
キラキラキラ。ボス部屋だと湧くんですかね。記念アイテム的な。バッカスの酒。こっちはバッカスの酒。こっちにこれアイテム的なやつは装備しなくても勝手に使えるんですよね。きっと。でアイテムはスタックされないんですね。10分だけ終わらせましょう。すげえ。来る。グラスなんですかね。なんか行動早い。これ遠距離でいいんじゃないか。これでゼロ倒せないですね。あ、負け入れ的な負け入れですね。HP の桁が、あーなるほど、こんな感じに敵のステータスが、は普通に見れると。じゃあここから殴ってみますか。絡まってないっすよね。じゃあ行ってみますか。おお、どうにかしろってことですかね。えい、おー、ボルトしてみます。あ、死にましたね。あのミス連発は何だったんですかね。偶然？たまたま？さまよが酔いで力尽きると成果が表示され現実世界に戻ります。でアイテムは失われますが、お金と装備中のアイテムは、お金戻るんだ、取られないんだ。装備できるアイテムは装備しておきましょう。ああ、トイレでバラバラになっちゃったと。デザイン的にちょっとやっぱ、あれっすね、女性的な感じなんですね。目回して、酔いつぶれました的な感じなんですかね。あれ、顔も腕も元に戻っていない。あ、でもさっき来たところ。あんまも現実世界に戻ってきちゃったぞと。押しても引いても扉はピクリともしない。こっから出られなくなってしまった。困っちゃうね。お客様どうかされましたか。そんな慌てた顔をされて大丈夫ですか。え、顔、顔がどうかされました。私には、特に異常もなく至って普通の綺麗なお顔に見えますよ。お客様、お酒を飲まれてる途中でそのまま眠られて、先ほど思っていたように席を立たれてお手洗いに駆け込んでいらっしゃいました。ふむ。もしよろしければ何があったのかお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。会話スルー。
宵の世界について。そうですか。夢で言った宵の世界、ああ実は聞いたことがあります。このバーに来る常連さんたちも時折話題にしていらっしゃいましたから。お酒に酔って眠るとたどり着く夢の国だとか、大抵怪物に襲われて目を覚ますと、幽霊世界といえば他のお客さんが口にしていたのですが、条件がある。大切なものを失った人だけが導かれる世界だとか。検証したんすかね。ともあれ夢の世界です。そんなに気にしなくても大丈夫なのでは。まあ、お力になります。顔と腕がおかしいんだ。へえ、起きてんだったね。でも普通に見えるぞと。起き忘れたのかもね。夢の中で失ったものを見つけたいなら夢の中の世界で探そうかないように思います。ちょっと酒進められてますね。お前疲れてるからもう一杯飲めよ的な。はいはい。宵の世界の住人について。口が悪い白い動物のことですよね。さまよい人と呼ばれる。さまよいという名前をつけてもらった。お客さんにぴったりの名前ですね。どう解釈しているか。名付けられましたね。バーの扉を開けてくれ。鍵かかってないぞ。出られなくなってしまっているのでは。いや普通に開けてくれ。何か起きているのかもしれません。もう一回飲んで酔いつぶれて世界に行けと。一つではなく星のように無数にある協力者が必要ですよね。宵の世界をさまよう人々が多くいます。仲良くなるのは大変かもしれませんが力になってくれますよと。はいはい。一日でも早く無事に外に出ることを願いましょう。話のコツ。そうだね、初めて会った人とうまく会話できる自信がある人もいるんだろうけど、大体の世の中の人人見知りなんじゃないですか。得意そうに見えまして。練習相手になってくれる一つ目のコツは、あ、もうまあまあ酒飲めずということですね。カクテルなんですね。カクテルの注文はまずベースとなるお酒を決めましょう。ベースを使ってカクテルを提案してもらえますと。でこれまで飲んだか履歴から、はい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 、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、ウイスキー、ブランデー、なるほど。でもカクテルっしょ、ジントニキューバリバ的な、ラムコーク。リストの中から好みのカクテル、酒次第で力が得られると。めちゃくちゃ詳しいな。じゃあ気分で選びますか。強化しようっすね。はい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 。累積と乾水。累積タイプは1回でも飲めば効果が、回数が多いほど高まる。何回も飲めっていうことね。何回も飲むことがあると。なるほど、グラス選べっつうこと。はいはい。じゃあどういうこと。ラムソーダ、ダイキリ、モヒート。モヒートでいいんじゃないですか。いやちょっと待って、下に効果がある。だったら宝箱アップがいいんじゃないですか。ちょっと選びますか。テキーラ、
味方、能力アップ、レベル差アップ、はい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 、これなんかスティールですかね、はい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 、経験値アップとかあるといいっすよね。序盤きっとレベル足んねえっていうことになるんでしょうね。スリム系移動、はいはいはい、レベル差だからは5か、休憩所回復量アップも良さそう、切り範囲拡張も良さそう、ランがこんなもんか、そんなもんですか、もう多分一周したかな、全然見てなかったけど、はい、グランデ双子見た、じゃあ宝箱アップですかね、これにはなかったか、はい、あ、ブルドッグいいじゃないですか、ブルドッグ、ああいいじゃないですか。かしこまらないでください。全然かしこまってるようには見えないけど、足なんか組んじゃって。お酒の席での会話のコツはまず何より相槌です。聞き上手に、ね、なる大事だ。相手が話している内容に合わせて相槌を打ってみましょう。相席会話中、特定のタイミングで相槌ナビが表示されます。行いたい相槌のボタンを長押ししてください。肯定、否定、笑顔、疑う、なるほど。あ、適切に打つことによって印象が変わります。打ってみましょう。そうだね、そうだね、わかるよ。お上手です。素直、はい、今のように合間に合い、人は誰もが皆自身の話は楽しく聞いてもらいたいものですよね。そうだね、聞いてもらいたいよね。基本的にお相手の機嫌を取るような相槌をすると喜んでもらえると思います。なるほどね。流れに合わない適当な相槌を打っているとお相手の気分を害してしまいますからね。ああそうそう、ここが酒の席ということも忘れないようにしてくださいね。酒の席ということを忘れないようにしてくださいってどういうことですかね。どうぞ、当店自慢のカクテルを召し上がってくださいませ。会話中に R を押すとカクテルを飲むことができます。一つのカクテルは3回飲むと空になります。飲むほど、酔い向上します。で、酔いが強くなると印象度に変化が。お前飲みすぎじゃねえかよっていうことですかね。眠くなりぼやけます。で、限界超えると向こうの世界に行っちゃうと。で、相打ちこと、眠気は相打ちを打つことで少し収まります。なるほど、相打ち打ちながら飲んでいっぱい飲めっていうことですかね。カクテルを飲むとカクテルの効果を獲得できます。有利になります。可能な範囲でお酒を飲むといいでしょう。じゃあもう一杯、一杯。飲みすぎても飲まなすぎても会話は弾みませんよ。そうだね、肯定。ただしあまりに急いで飲むと酔うだけでなく眠気にも襲われます。はい、会話の途中で寝てしまわないように注意して飲まなくてはなりません。結局酔いつぶれるゲームですね、これ。連続して飲まずに会話の合間を見て少しずつ飲んでいきましょう。そうだね、笑っちゃうよ。お酒は自分のペースで楽しむのが一番ですから。それに話を無視して飲酒していると、あ、怒られた。悪い印象を抱かせてしまいますしね。今飲む。お相手の話が一段落ついた頃、飲みすぎだ、うまく会話を盛り上げられていたら、はい、さらにお酒を進めてみてください。あ、お前も飲めようができるんですね。より深い話をしてくれるでしょう。俺のグラスがもう空ですね。
会話が最後まで進行したとき、進行条件を満たしていると特殊相槌を打つことができます。長押しをして特殊相槌を打ちましょう。打ちたい。会話の進行度は相手の話題によって異なります。基本的に印象度が高いほど進行しますが、時には印象度が低いと進行する場合もあります。わざと嫌われるってことですか？印象度が低い。特殊相槌を打つことで会話が次の段階へと進み、最後までいくと会話が成立。進める。 LR 押せない。どういうこと？押せない。あれ、はいはいはい、同情し。落ちちゃいました。あ、大丈夫っぽい。さてどうでしょう。うまくいきますでしょうかね。先ほど申した通り、お酒を飲むことで酔いの世界が、力を得られるようです。力を得たい場合、より強い力を得たい場合は IS をせずに飲酒する必要があるのです。つまり相槌を打つことで取りつつお酒を飲むことが重要。どういうことだ。愛しそう。じゃあ酒ばっかり飲んでて、酒ばっかり飲むと強いのかなっていうことなのかな。わからん。まあ練習っすね。ちょっとよくわかんないから。で、常連が来ると。お前常連と一回話してみろっつうことなんですね。バーステラビウスを客に話しかけると相席して話すことができます。会話を盛り上げると、カクテルをいっぱい飲む。会話中に飲みたいカクテルを選択してくださいとなります。相槌ナビ押しっぱなし。下に印象度が出ます。はい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 、さっきのやつですね。絆上限が解放されると、特定のやつがで高まると能力が高まりますと。はいはいはい。あ、こいつが常連さんか。いや、広い店内ですね。どんな服よ。どんな服よ。髪型まで変わっちゃって。いやいや、話しかけられない。でもなんか音楽流すのはなんか iPod 的なもので流してるんですよね。でね、この羊のバフォメット的なやつってことですかね。すげえ、初対面で話しに行くとかめちゃくちゃパリピじゃねえか。そんなことが許されるのか。座っちゃったよ。もしかしてあなたがさまよいさんですか？もう噂になってる。そうです、マスターの話通り優しそうな人だから見てすぐに分かりましたよ。マスターはあなたが店に馴染めるか心配していましたけど、はいはい、気優そうですね。馴染めそう。まあまあまあ、そうですね。私はこの店の常連でレオナって言います。そんな夜な夜な酒を飲み歩いて大丈夫なんですか？さまよいさん、これから飲み友達として
仲良くしてもらえたら嬉しいです。兄貴じゃないですか、大丈夫ですか。さあ、とりあえず何か頼みましょう。さまよいさんのこと教えてくださいね。怖いっすね、そんなぐいぐい壊れて。じゃあ宝箱がいい。スパニッシュタン、何選んだっけ。ラム、いやでも単位でかいの気になるな。大切りですか。とりあえずめちゃくちゃ殴って帰ってくることをあれしたいですね。こういうやつですよ。シュガーシロップなんですね。甘いんすかね。じゃあ、じゃあさまよいさん、せっかくだしまずは乾杯。乾杯は笑いましょう。もうさまよいさん、そういうこと、乾杯してくださいよ。はいはい、あ、そっか、さまよいさんはこのお店初めてなんですっけ。初めてです。乾杯って言われたらお酒を飲まなきゃダメなんですよ。そうだったね。さまよいさんはこのお店初めてですよね。どうです、気に入りそうですか。いやもう気に入りましたよ。よかった、やっぱりこの店は他と違いますよね。飲む。私はここの落ち着いた雰囲気が好きでよく来ちゃうんですよ。学部の飲み会で行くような居酒屋はちょっと疲れちゃうから苦手で。そうですよね、あはは。居酒屋って話し声がうるさくて、うるさい、落ち着いてお話できないじゃないですか。そんなにみんなと話したいのか、お前は。だからこういう店でゆっくり飲みながらおしゃべりしていた方がいいなって。そうだね、うなずき、うなずきしたいね。私まだ大学生なんですよ。今日も大学の帰りにここへ寄ったんです。よくない趣味ですよ、大学の終わった後でこんなバーで飲むなんて。そんなに安くもないでしょう。そうなんですね。ちなみに大学の偏差値は結構高めだったりします。意外ですか。笑いましょう、ここは。あははは。はとか言いつつ勉強ができるだけでこれといった特技はないんですけどね。さまよいさんもきっと何か趣味とか特技とかあるんじゃないですか。趣味はありますよ、きっとこいつにも。やっぱりそうですよね。いいなぁ、そういうの憧れ。私には全然自慢できるものがないし、得意なことがある人が羨ましいです。はい、だから今はいろんな人から話を聞いて自分がやりたいことを探しているんですよ。悪くないですね、それは大切なことだと思いますよ。乾杯チャンス。待って、もうグラスが空きそう。さまよいさんもよかったら一緒に注文しませんか。そうですね、一緒に飲みましょうよ。この店で知り合えたのも何かの縁ですし、もうちょっと付き合ってほしいなって。よくないですよ、そんな若いうちからいっぱい飲んで。なんかよくない事件に巻き込まれちゃったりするんじゃないですか。それじゃあ次、宝箱アップいきますか。はいはい、スパニッシュタウン。じゃあさまよいさん、改めまして乾杯。学びました、これは酒を飲むやつ。はい、なんかお酒が回って顔がほてってきちゃいました。仮面かと思ったけど、ここが赤くなるシステムなんですね。今日は飲むペースが早いのかも。さまよいさんと話すのが楽しいからかな。笑ってごめんなさい。そうだね。ほんとさまよいさんって飲ませ上手なんですから。罪悪感あるな。大丈夫か、同年代なのか。初めてこの店に来た時も、もうからじゃないですか。飲みすぎてマスターが途中で止めてくれたんですよ。いやそれがいいよ、じゃあこの隙に飲む。カクテルってジュースみたいな見た目だからスイスイ飲んじゃうんですよね。まあ、とりあえず割ろうとけ。
私も早くさりげなく気を使えるマスターみたいな大人になりたいな。ちょっとふわふわしてるからここは飲まない。私は大学生になって成人してもまだまだ子供気分が抜けなくって。大学生になって、あ、なるほどね、成人ってそういうことね。まだ大学生なんだけどっつうことね。それなのにすぐに就活だなんて、まあ、学生さんもそうですよね。急に将来を考えるなんてできませんよね。急に就活始まりますからね。さまよいさんは雰囲気に余裕がありますし、将来の目標も見つけていそうですよね。いや、そんな風には見えなかったけど、とりあえず笑うとくか。でもさまよいさんは目の前の問題を解決することは、もう出れないことがもうバラされてるんですね、この店の中で。あいつこの店から出れねえよ的な。飲むか。ご事情はマスターから聞いてます。家に帰れなくなっちゃったとか。どう過ごしてるんですかね。じゃあさまよいさん大変そうですね。私にできることがあればいいんですが。そうですね、まあ、お気持ちだけ。困ったらいつでも相談してください。まあ、学生さんですからね。私さまよいさんの力になりたいんです。まあ、ありがとうございます。初対面の女がこんなこと言って面倒くさいと思われるかもしれませんが、はいはい、私困ってる人を見過ごせない性格なので、信じてもらえると嬉しいです。怖いな、あんまり関わりたくないな。ちょっと飲みすぎちゃいました。すげえ喋るじゃん。いつもはこんなペースで飲まないのに。めちゃくちゃこっち止めてくるやん。きっと楽しく話せたからですね。また今度もお話しさせてください。あなたのこともっと知りたいですから。ではさまよいさん、おやすみなさい。私みたいに飲みすぎちゃダメですよ。怖っ。うまく会話できたようだ。騙されてないか、大丈夫か。そうっすね、2つずつ2つ飲んで開けたから、とりあえず通貨効果を入りましたよ。バーを訪れている客と仲が深まると絆が上昇します。絆は一緒に酔いの世界を探索したりプレゼントを渡すことで上昇。上限が設定されており、特定の会話を成功させると解放。能力が上がったり話題が増える。あの子の上限が増えたと見えるんですか。仲間にしてないから見れない。とりあえずこれでもう一回行くんですかね。あそこに酔いつぶれるんですか。はい、ご用でしょうか。ちょっとセーブ、一回セーブしようぜ。オートセーブもあるけど、全部オートセーブなんですかね。ということは、はいはいはい、追加効果。はい、なるほど。ご用でしょうか。会話する。出れなくなったとはいえ許してくれるのか。確かに困るよね。困るよね、生活があるし。ずっとここにマスターさんも折れるわけないやん。帰って寝なきゃいけなかったりするんじゃないですか。特別にいくつかも、まあまあまあ。選んでもらえる。下に謎の数字、これが上限だよと。何しよう、割るんだったらなんか人とかいいんじゃないですか。メニューがあると、メニューから購入すると、一度購入いただければその何度でも無料でできる。
切らしている数日かかる。マスターにお金を払うことで作成できるカクテルの種類が増えますと。はいはい。でこっから次で種類を増やしていく。ああなるほど。なるほど。ここまでは解放済みだと。ここから金がかかるぞと。じゃあ経験値アップとかお金アップをここから探せば。では、はい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 。なるほど。ああいいっすね。これはレッドクラウド。かっこいい。そう今日 FF の7の発売日ですね。新しいですね。その能力か。エナジー。ディスクがなんか印刷ミスったらしいっす。これウォッカ一番下なのにすり抜け色なんですね。これはそんなに有効なものですね。キー所持枠アップいいですね。あドロップ率アップ、戦闘後回復、はいはい、いつでも逃走いいですね。再利用なんだろう、ロックバックの方、無強制無効、当たりアンテナ、ボス能力アップはよくわからない。すごいぜ。よく聞くやつ。ラムいいっすね。技暴走が強くなりそうだ。弱点特攻良さそうです。回避率の能力アップ、バーディア、ディアブル。シンボルス現実は後で使われてそうですね。フロア分、あ、これも良さそう。高速爆発ドロップアップ良さそう。はい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 。いつでも逃走を。再利用はよくわからん。死亡時復活強そう。お金獲得。あ、ここら辺割と早くたどり着けそう。混乱、あ、混乱強そう。まあでもやっぱりこれで見る限りだと所持枠アップと経験アップ、経験値獲得アップ、所持枠経験値獲得いくかでドロップとかっていく感じになるんですかね、狙いとしては。はい、ちょっと待って。今買えるものは特に何かなさそう。とりあえずここ880円を狙いに行きます。会話する、酔いの世界に行きたい、酔って寝ると入れるそうです。はいはい、あーなるほど、別に酔いつぶれる必要はない。音楽も聴けますよ。簡単に座りますね。記録ができます。記録しました。音楽聴こうかな。これしかないけどな。あ、あー戦闘のやつ叫ぶ。あーダメです。じゃあ眠ります。ワールドマップでは覚醒する何か正解なんすかね、選択できます。進行度、絆あげたりもいいでしょう。でも第一世界しか今は行きません。ああ、また呼び出されちゃって。
きました。酔い神様に話してくれたんですね。奪われるみたいな治安が悪い世界なんですか。まあでも見た目変化なかったから、まあまあまあ自分さえ気にしなければ。でも犯人に心当たりがあるんだったら、なるほど、危険なやつだと。そうだね、共闘しましょう。雑にスタンプで会話する主人公、それは表情がないから。880円を稼ぐアプリバイク。あ、なるほど、金は蓄積されてるから、ここでそうずっとそうお金が見えるんですね。どのくらい所持金持ってるか。あれを見てみろ、泡が出てますね。あれは天文台ステラが保管されている施設さ。ステラっていうのは人間のうちに秘める輝きが具現化したものだ。たまに酔ったやつが、バッカがスピリッツにしばかれて落としていくんだよ。失っちゃいけないものなのによ。かわいそう。都合がいい。今年も残っちゃうんですかね。あ、はい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 、出ます。重要なことを話すぜ。目の前に3つある星座があるだろう。これがステラだ。ステラを手に入れるとお前の使う攻撃にを変異させられる。ステラによっていろんな力を得ることができるんだ。3つから1つだけ好きなものを選んでいる。単純に攻撃、広いほど上昇する、距離が離れているほど少し上昇する。単純に接近強いですか。どの技に当てはめるか。スロットがある。一つ目は技の範囲や攻撃を伸ばす。三つは攻撃するときの能力。はい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 。ああ、なるほどね。じゃ単純にこれを足せばいい。はい、はい、ちょっと強くなった。一回確認してみたい。では今 A にはめたはず。なんでこのやつにこれがプラスされたっつってね。いや C に入っとるやん。まあ、えっか。なるほどね、それで強いそのスキルをが出るまでは回していくみたいなもんなんですね。はい、とりあえずできるのは金を稼いで
経験値アップでレーベルの概念はどうなってんだ。レーベルも引き継ぐんだろうか。きっとまあ経験値なんですよね。イベントはい、さっきのそのフロア選ぶときに一番上が分岐してたのかな。天文台ってあったけど、あれは何ですか。はいはい、適当な雑魚を試しつちすると、後ろから技をすると MP が消費、いつまで設定でき、設定した順に動く。なるほど、そんなに何回攻撃できる。刺激では死なない。ぼーっとしている。何回もできるってことは、これでとりあえず殴り、あれ終わる？殴られる、まあ、後ろからアタックをルールしてますね。はい、死にますね。してこれない的な。あ、離れてやれと。なんか攻撃した。なるほど、2つ重ねるってそういうことなんですね。でこのスキルにあるやつはやってくれると。経験値が一定たまるとレベルアップ、能力上昇、生まれたようだ。種類は選べない。詰めるだけじゃ強い技を作ることはできない。上からなる。なるほどね。グッドスタンプ。力尽きたらここまでの成長や手に入れたステラは全部消える。なるほど、ステラも消えるんですね。帰った時にレベルが1にリセット、ステラもリセット。そのステラ構成を選ぶでもいいでしょう。面が広いほど広いやつ。じゃあこれかな。えいえい、あ、 HP 回復してる。やっぱ
ドロップ。アイテムをとりあえず、めっちゃ、いいやつ集めた方がいい的な。お、なんだなんだ。あ、さて、拾えば。まあでも、多分、草刈りで、その、HP アップするやつが、目指すべきところのような気がしてきました。それで多分割としぶとくなって強い敵にそれで備える。ね、人間が宵の世界で長くとどまるとそのうち目が覚めて現実に戻されると。続けたいなるとリームエナジーの減少に注意しろ。で、休憩所があると補給できる。教えてくれなかったんだ。エネルギー切れは苦痛を伴う。まあ、風来の試練でいうガス的なことをすごいネタ的に教えてもらったよ。休憩所もやっぱ酒なんですね。燃料のようなものです。ゼロになると継続ダメージ、ドリンクで、補強。あ、本当だ、ドリームエナジーって書いてある。これあんま借り続けたりするとダメ。 HP と MP も回復することができます。一回したらダメですよ。一番最後に回復した。ごめんなさい、すぐ行くんで見せてください。休憩。よし、主人公は基本喋んないですね。で、名前もきっとなんかさまよいさんみたいな感じに運用的な。あそこに光っているスピリッツが見えるか。黄金に輝くクラゲ、あれはセイレイと呼ばれているステラの力を吸収したスピリッツだ。その辺のスピリッツより強い、強力だけど倒したらステラを吐き出すんだ。ここは一つあいつをしばいて戦力増強といこうぜ。仕分けるんですかね。ステラの力をスピリッツを精霊と呼びます。で、倒すと、ステラを落とす。あ、アタックナッツなんですね。あ、いいんじゃないですか。攻撃力強化レベル2、使えない。戦闘で使うんだ。とりあえず戦ってから使います。ああ、ちょっと待って、バックアタックどっちなんですかこれ。とりあえずここから投げる。ああ、じゃあ効果範囲広いんですか。MP はこれは使わないのか。じゃあどっか使おう。強い。じゃあゲット。このステラは同じやつだな。
わかんない。ああ、合体させられるんすね。じゃあ、こういうことか。少し威力が上昇するが、威力が上昇するになったんですね。じゃあ、ちょっと寝ます。強い。やっぱ遠距離は強いか。まあ、敵がボーッとしてくれれば。あ、やった。965円だからもう次のお金にカクテルを買えますね。とりあえず今回の目的は達成できたんじゃないでしょうか。えい、シャワルー。とりあえずイベント。3回。とりあえず芝刈り。あ、めっちゃお金落ちるやん。気持ちいい。芝刈り、芝刈り。イベント。あ、なんか人がいる。上になんか浮かんでいる。あ、知り合いですか。過酷な道になるからあの女も連れていくといいという発想。信頼しすぎない方がいいぞ。まあそうでしょうね。なんかクズっぽい感じがしたもん。酔いの世界にしょっちゅう来るっていうことは何かが欠けたクズの可能性があるからな。いや、なんかこんな顔すんなって可能性の話だろ。はいはいはい。まあ、なんかそんな匂わせは確かにありましたよね。すごい無条件に荒れてるし、怖っ。バレた。怖っ。じゃあ一緒に行動しましょう。興味があって。おつあつないいねスタンプ。キャラクターに話しかけると最大2名まで仲間にできます。仲間がいるほどまあ有利になりますよね。なお、バーで最後に相席した相手は登場する可能性が高くなります。お、ついてる。何浮いてるんですかあれ。キャラクターいますか。はい。あ、こいつ装備持っとるやん。いいな。捨てる。はいはい。基本一緒っつうことなんですかね。攻撃スタイル。あ、相性的なものが違うよ的な。はい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 。陣形、陣形を配置できます。正面側に敵が多くなることが多いので HP 高い人がいい。君の方が防御力が高いから。君、俺は遠距離から殴る方が今強いから。いや、やっぱレオナさんでしたっけ。やっぱなんかクズクズなんですね。ていうかイルカみたいな人はちょっと口がお上品じゃない感じがいいっすよね。芝生とかクズとか。あ、酒を題材にするゲームはどうなっちゃうんですかね。そういう道もみんな通ってきますからね。お酒をね。あ、なんかグラディオール。飛び切りちゃった。
割といる。こっちがバックアタックじゃん。違った。戦いましょう。味方がいるとユニットとして参加、行動決定する途中に来るとで操作が変わる。味方同士は攻撃は当たらない。で全員行動すると終了。するのはここの世界でしか売れないのか。まあ宵の世界のやつ多分持ってこれない。ああ、こっち行った。戦いましょう。なるほどね、 MP 割といるんですね。まあでも仕方ない。ゼロで抑える。えらい。MP を節約しつつ装備が欲しい。とりあえず。あ、バックス。あ、来た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 。あ、来た来た。うるせえ。戦いましょう。まだ中距離あるか。いいはず。戻ったらレース加速をデフォルトにする設定にしよう。宝箱はどうなのかわからんけど、ショップが確定されてるだけで普通のバッグっていうことなのか。お、キノコ。あ、使用できる。使用できない。忘れてた。あとで試して。怖い怖い。あ、運気してますね。マックナッツ。
これはステラに使うってこと？そういうことではない。フォークセーブ。あんまりちょっと気になるな。ここ上でしたっけ？一回踏むとあれ、まあ特に何もない。マップも見れます。ショップが見たい。これがショップなんですか？丁寧な仕方をしてた。ショップ、はい。ラインナップは毎回変化すると。買い物します。売る。アイテムリストがどうせこんなもんだでしょ。なるほど。トーピー欲しい。買うか。買ってこれ誰、みんな装備できますよね。チェック切り替え。あ、はい、買います。買ってとりあえず880。あー、ここにこうなるのか。じゃあ880歳か。全部加工できてれば。装備します。はい、このやっぱレオナさんの顔がすごいもううさんくさくて怖い。なんでずっと笑ってるんやろこの人。あとこれを早く使いたい。戦闘中に使うの。いやもう撃っていい気がするな。なんかこんなポンプが出るっていうことはもうこの場限りっていうことでしょうし。ラックは売るか。とりあえず金が欲しい。強力なやつ後ろから殴りたい。あー、そんなこともできるんですか。ちょっとフェイント。今です。戦いましょう。オブジェクトがありますよ。割合トゲ渡り、投げ合い、爆発、通過できない。強いからここは普通に戦うか。手前のやつが死んでもらう。こいつ壁に使ってみます。レベル2の数字、これがずっとなの。32。
あ、自分の様子がよくわかんない。ケース買ってみようか。32。ほい、ほい。はい。戦闘中に強化弱体に一時的にレベルが高いほどある打ち消す。例えば弱体にのキャラクターに、はい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 、なるほどね。やっぱ一時的なものだから、じゃあ寝るか。横範囲になりますよっていう。まあ威力補正も高いから、もうこれに、ああでもレオナさんも使える。レオナさん、ああなんか星座がうんたらって言ってましたね。これも王座なわけでしょ。ちょっとこれに塗り替えますか。はいはいはい。あートリッキー。気がするな。じゃあこれにしときますか。星座重ねるときっとなんかあるんですよね。ステータスは使うよりかは、あ、なんか良さげな宝箱。あ、めっちゃあるやん。じゃあ野菜も取っておいて、かける72円。相馬の星酒これは、セイルマント。
はい。で、アイテムが、どうか、MP アップが魅力的。敵は復活する。なるほど。少し疲れましたね。エナジーが減ってますよ。エナジー20回。エナジーを使うか。使用する。時間経過なんですね。結構減りますね。で、天文台。なるほど、草刈りも割とあれなのか。こんなにひょいひょい。ああ、いっぱい出てきた、嬉しい。ちょっと待って、はい。なるほどね。HP、MP は割と減ってるから使っていきます。あ、予測出るのいいっすね。じゃあ使いましょう。どこまで殴るかっすよね。戦いましょう。逃げれる。一旦逃げます。どうぞ。そんなに早いけど。ゼロ偉い。勝てましたね。確かにどんだけ粘るかのバランスは結構シビアかも。あ、なんかおる新しい。接着しないから、とりあえずこれで結構。で、おとりで、ゴール、関係ない。異常ステータスはあるよ。単では電波、ダメージ。はい。これも攻撃のやつ。普通の攻撃だけど補正が入ってますよ的な。じゃあこれします。これは何？ステラを得る。天文台ってそういうことか。
ガード2キルかな、24も使うのはちょっとあれなんじゃないですか。ガードしてで1マス戻っ、いやだったらこうすると36になっちゃう。じゃあお前かじゃあこれにしておきますか。せっかくなんで、うわお金がちょっと高くなってる。なんかでかいやついる。あるでした。お前か、いつものやつか。でもやっぱレベルが高くなってるから、普通にもう獲得できるぐらいの。そうでもなかった。モコモコガードいっぱい。どういうこと？スピリッツを攻撃したときに連撃、連携か、連携が発生する。立ち位置ステラ。相性が同じ属性のやつをつけとくとなるよってことですね。なんかオーラがある。戦いましょう。すぐ埋まりそうなイメージがあります。バックアタック取りたい。はい、戦いましょう。なるべく同じ射の攻撃場に取ったい。上がりませんね。技の範囲に爆弾を設置する。はあ、
王室でこいつあるからこれで使うと連携するかもよ。そんなことなかった。アイテム割と持ってるじゃん。並び替え。そんなケチケチすることはなかった。フロアこうだけど、なんか10ぐらいまでありそうな表記はありましたよね。目覚まし時計、ここで一回帰れるかも。帰ってるのかな。どうせ仲間もいっぱい出てくるでしょうから、こいつらまあイベント多分戻ったらイベントはあるんじゃないかなと思って、目覚まし時計戻れます。前回再びお酒飲む種類があります。青いやつは1の期間、アイテムやレベル結合で、赤は終わり。はいはいはい、アイテムは失いませんか。なるほど、踊りますか。時間が遡るんですね。アイテム持ってますか。持ってる。わ、新しいやつおる。これはさっきの人、レオナさん。わ、新しい人おる。マスター、ご用でしょうか。会話する。アイテムはどう、便所か。アイテム売りたいか。あー、何もできん。アイテムは持ち越しなんだ。売ったりとかできないっていうこと？ご用でしょうか。フリー。ラムか。障子枠アップよりかは経験値アップの方がいい気がしてきたな。あぶれなかったもんな。あ、ショップも、あ、でもとりあえずこれか。次は、あ、なるほど、これとこれでこうなんのか。ドロップアップを目指すか。それでアイテムハウハウ売って所持金増やしていく作戦でいきますかね。ちょっと名前おったやろ。プレゼントなんかあるのかな。送ることができます。三角、絆も増えるよ。
好みが異なる、名もない。あ、さまよいさん。あー、飲むチャンス的な、早く飲みたくてストレス解消っていうことは、なんかちょっとあれなんですかね、浮いちゃってるんですかね。なるほど、中断されてるわけだ。ここに行ったらもう一回行くっていうか。相席します。ふにゃー、君、キャスタンとお話ししたいんだな。キャスタンは怪我してるんですかね、足。君、もしや噂のさまよいたん。マスターから話は聞いてるよ。めちゃくちゃバラされてんじゃないですか。私のことはキャスタンと呼びたまえ。誰だってそう呼ぶ。キャスタンもそう呼ぶ。ひひひ。さあさあ、細かな話は置いといて、お酒を飲むぜ。神は言っている、酒も飲み交わさずに言葉を交わすべきではないと。はい、じゃあさっきのラムだったっけ。あー、でも関係ないのか。あー、なるほどね。カクテルの、現在のカクテルの能力的なやつは一回リセットされてるのかな。防御も強そう。レベル最高も強そうだ。まずは宝箱がやっぱり良かったっすね。装備出てきたもん。あの宝箱のやつ。クイーパンダ。逆から読むと。はい、飲みます。アルコールが染み渡るぜ。はい、家でストロング系のお酒をストローでチュビチュビ飲むのもいいけど、はい、こういう場所でグラスを静かに傾けるのもキャスターラブ。君もラブ？ははは、そうですね。イエーイ、ラブリースマイル、良き笑顔、褒めて使わす。自分飲みます。うん、おいおい坊や、キャスターに興味津々って面だな。そうですね、笑います。キャスターは周知の通り、世界の闇を暴くネットヒーロー兼アイドル配信者なのだ。世界暴く、なるほど、なるほど。あ、ちな、この子はポルポルだよ。キャスターの助手兼ボディーガードなの。あ、じゃあいただきます。さまよいくん、よろしくなのだ。君もキャス王国の民になるのだ。じゃあ笑ってごまかします。人見知りのポルポルがもう懐くなんて、君はいいキャス国民になれそうだね。あ、笑います。キャスタンはこの店に通って長いから、酔いが冷めましたね。困ったら頼るとよいぞ。なんか一気に現実に呼び戻された感じが。じゃあ酒飲み。おっとと、もうお酒がなくなりそう。気持ちがハピハピだと飲みすぎちゃうね。まだ半分ぐらい残ってますけど。キャスタンとの楽しいおしゃべりは時間が過ぎるのが早いでしょう。キャスタンのこと大好きになるまでまだまだ逃がしてあげないんだから。闇深そう。ほらほら、君もおかわりしよう。もっと飲むのだ。深くはないか。まあまあ、宝箱アップを重ねますか。
さっき飲んだっけ、さっきはラムだった。じゃあこれでフロア、宝箱フロア、そうですね。さまよいさんは行儀しいから君のことよいたんって呼ぶからね。たまにはうなずこう。よいたん、よいたん、よいたん。いい響き。じゃあ早速。よいたん、いいパカ。並べ替えると乾杯。コンボを重ねてしまった。ところでよいたん。キャスさんからお願い聞いてほしいんだけど。とりあえず笑ってごまかしますか。ほら、キャスさんって大物ストリーマー目指す系じゃんね。そうなんですね。毎晩生配信しなきゃいけなくて、面白い雑談のネタ探しに困ってるの。そうっすよね。実はこのお店でお酒を飲んでるのもネタ探しの一環でもあってさ。わかります。わかりますよ。君にもキャスターにお話のネタを提供する権利をあげよう。やったね。あ、喜びます。もう逃がさぬからな。目いっぱいキャスターのために働けよ。隠しても無駄じゃよ。お主、何か面白いネタを持っておるな。うなずけないよ。お、図星か。図星かにゃ。キャスターの目はごまかせないぞ。はい。おお。キャスターは意外に勘が鋭いってコメ欄でも評判なのだ。はははそうですね。よいたんには期待してるから、ネタ提供者兼友達として仲良くしてね。はい。パーフェクトコミュニケーション。深夜配信の準備あるし、そろそろ帰るかにゃ。お疲れした。ほら、ポルポルもバイバイして。夢の中でまた会おうなのだ、ベイビー。ポルポルもヨイタンを気に入ってるし、キャスタンが有名になった暁には君をキャスタン王国の名誉住民にしてあげてもいいよ。有名になった暁にはとかっていうこの感じがすごいいい。じゃあグッバイベイビー、また明日。キャスタンはクールに去るぜ。お疲れした。うまく会話できたようだ。そうだね。いや、フロアいいっしょ。絆解放。もう一人おったで。上書きはされたくない。さようなら。記録をとりあえずしますか。寝ますか。宝箱。装備はなくならないから、とりあえず装備が欲しい。整えたい。音楽は変わりましたね。音楽確かに評判いいっていうのなんか書いてあった気がして、その評判にかがわぬいい感じの頃なのでは。休憩所。あ、キャスター。え、に
やっはっはー、そんなにキャスタンが仲間になりたそうに来ている。ニッシッシキャスタン騎士団出陣。あ、でってってでてては言ってくんないですね。目がバッテンになってますけど大丈夫ですか。レベルは入ってきた時のあれになるんですね。ステータスは若干違いがあるから多分なんかあるんでしょ。陣形もうそんなもんか。ライブ配信するって言ってその後即ここに来てるから寝落ちしたんやろな。これと仕方ない。戦いましょう。ないから食らってますね。じゃあ回復で。そのぐらいの 50% 回復だから割と、あ、使えば割と減って回復してっていう感じなんです。技の2箇所を冷却させます。キャスターにします。双子の兄、なんか庭瀬的な技なんですかね。
知る新しいアイテム、ああなるほど、どういうことか、なんか怖いですね、ここ。戦いましょう。戦闘に割と時間がかかるようになってきた印象があります。ほい、ほい、この兄はまだ使えないかな、どうですか。左右になった。これは、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 バックに。あ、左右です。地形があります。キャラクターが止まると、どうなる？ダメージ、弱点。あ、はい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 。高速強そう。かな、チャンネル登録、フォローよろー。強くなれました。レベルガンガン上がった。離れてるほど強くなる。レオナさんだな。これ嬉しいです。でも敵と戦うのめんどくさくなってきたな。バトルスタンバイ。めちゃくちゃ出てくるじゃん。途中で入ってくると攻撃力があれですね。ステラのこれは同じとこには生まれません。省エネパンチで。ちょっとシステムで速くなるモードにしたい。最速でいいんじゃない？速い。
宝箱いっぱい嬉しいです。大型のやつはバリと、もう装備のやつなんじゃないの。おー、メイルキャラクター装備、どっちなんですかね。どっちが強いのかな。キャスターにしようかな。大学生はちょっと怖い。未経験風で、青キノコで並び替え。MP を回復させたら。ショップに行って売りさばきたい。なんか装備のやつとかどんくらいで売れるんだろう。芝刈りも楽になってきた。ガンガン出てくる。対象の能力を無視、変化の能力を無視。しました。強い。動かない。ダメで。撃ってきてはくださるの。はい。節約パンチで
邪魔。たまよいさんのおかげです。よいしょ。あ、パート上がった。出世の酒。並び替え。異常状態を回復。今すぐドリーム。HP はどうか。なんと売りたい。これが、おお金貨。アームショップ行きたい。あ、これはプロテクター。足。ついに足が。足持っとるやんけ。こっちの方がいいのか。温めるか。次はキャスターを温めるか。あ、MP の成長率が高い。じゃあお前は平均的なやつか。やっぱり初めに仲間になるか。強敵出現。ビビビ。ダメージに応じて自身に何かのバリアを付与する。めちゃくちゃ MP かかるやん。あー、獅子座になるか。なるほどね。レオナさんとちょっとできそう。とりあえずこれにしましょう。からドリームリングブリックで次の回行きましょう。今なんかあった気がしたけど気のせいだった。これ浮いてるやつマジでレオナさん。宝箱ですね。まあでも仲間も2人いるからもうクリアしていいところなんじゃないですかね。ガラスの腕はいのか。これか違う。これか強い。当
まあ、装備を全部揃えたい。すぐ落ちたんでしょ。でもこのケースって言ったら、腹ペコにならずには、割とレベル上げてもいい気もするが、威力が強くなってるから、これも星5だしな。まあ、節約パンチ。ほーキャスタン大勝利。だから僕本当に嬉しいです。マント装備品は売りたい。どれくらい金になるか分からんけど、戦いましょう。ここに強い感じでは、この一撃二撃ぐらいで敵を倒せるから思うが、そうだよね、アイテムもたまにあるしね。もう一回なんか次のリザルト画面を見たい気がする。バトルスタンバイ。チュートリアルランジョンでしょう。したいんですけど、いかんせん慣れてなくて申し訳ない。まあ、格殺パンチか。ですみたいに常に言う人はなんかちょっと怖い。絶対人のことを見下してるような感じが僕はしちゃうな。あ、そういうふうに感じてしまいます。やはり美味しいです。
に殺したい。で、爆発させたら多分死ん、でも300ぐらいだったもんね、食らわせられるのって。仕方ない。やってみた。やば。そんなに範囲広いの。強くなれました。全員の HP を回復、MP 案件、はいはい、MP 案件、これか、割と早い、はい、キノコでいい、いや、足りんな、爆弾で遊ぶもんじゃなかったな。爆弾設置する、あー重ねられますね。爆弾2つ設置する、物騒な、状態をこれもあった気がするけど、すぐだ、ありました、確かに、はい、これを書いて嬉しい、はい、この奥に宝箱があるパターンやろ、はい、あー、それは見えなかった、そうだね、強くなったから一発で殺せるように、強くなりましたね、そうね、たまよいさんのおかげです、強敵出現、ステラがあると基本の攻撃力も上がるから強い、強く単純に、おい、
爆弾がどこまでやるかわかんないからちょっと怖いです。こんだけ離れてる。それ。ああ。勝てましたね。減速かも。いやー。爆弾良くないな。戦闘から逃げるもんだ。バッカス。もうちょっと引いてからで。ネクストブロー。このスキルが含まれる技を連続して発動するほど威力が上がる。なるほど。だったら MP を多いキャスタンかな。次の回に早く行きたい。この回でボスは倒したいっすよね。わ、敵が復活してる。逃げたい。はい、休憩所。あ、仕事よかった。次がボスでしょ。休憩所でエナジー回復するから、もうちょい粘る。意外に早く突きすぎたか。まあでももう休んどこうか。エナジー50回復なの。あ、割と一本にちょっと。どこ強敵マークついてなくない？知らんけど。戦いましょう。あ、これ蹴れた。ええやんけ。いい感じなのでは。後ろから自分の性格からなのか、すごい遠距離攻撃ばっかりやったけど、なるほど。やっぱ横一列できるのは強い。これで強い。ターンって待たせない。
次のターンに移動ができなくなる。それは厳しいのでは。拾わないもん。バトルスタンバイ。はい。キラキラしてる。はい。バトルスタンバイ。ボルボル。これくらい。節約パン。ついても、あーバックアタックしたかった。強敵出現、ビビビ。はい、バトルスタンバイ。割と敵の配列は、あー一気に攻撃したかったけど、コンボを狙いたい。この一撃で倒したいが、なんでか選べないのは何なんでしょう。ああなるほど、なんか異常ステータスが入ってるか。私も。ああ強い。ボルボル。パンチ。ゲラをゲット。次のターンまで1マス以内の味方をかばう。どうしよう。もうザコはいいだろう。次いつレベルアップするか情報も特にないよ。
い、次ボス部屋です。万年筆。あ、宝箱いっぱい嬉しいです。強敵出現。ビビビ。お前が強敵か。あーって、アイテムがいっぱいです。ほら。戦いましょう。異常ステータス以外にも戦闘中特殊状態が発生することがあります。しがみつかれ。移動ができない。バッテリー状態は。なるほどね、まだ異常あれなのか。山ひつぎ、ああ、ありがとうございます。重ねる。あ、そう。とりあえずこれを。バトルスタンバイ。アイテムなんだ。すごい高いね。ボルボル。一回ぐらいに。いっぱいになっちゃって、いません。節約かな。じゃあ、MP か。あれだな、ドリームドリンクか。で、次はそう使うほどではないのか。ちょっとすげえ、いきますか。なんか怖いですね、ここ。はい、はい。押す。こいしょ、散らします。あ、そっか、宝箱、お気に入りって、じゃあ一応スタートすごく、
フィーアも回復しとく。キャスター、はい、ブーツを装備します。冷却、石のやつか。なるほど、これランダムなんじゃない？でもなんかスロットみたいなやつがあるんだろうね。色ついてて、はい、リアクティブメイク欲しい。となると一番何が、何が安いのかな。ドリームドリンクかな。リアクティブメイル同じか。じゃあこうこうでこう、いざとなったら爆弾で爆殺してしまえばいい気がする。じゃあ、うわ、人型なんすね。こらー、あっち行けバカ野郎。これもしかして顔取られてるやつ？こいつの顔取られてる。あう、片腕ですね、確かに。かわいそう。ゲホゲホ。うぐぐ。む。こいつは、デッドシェイカー。肉体や魂を奪い取る化け物なんだ。あの顔と腕、お前のだろ。野郎、ついに人間まで襲い始めたのか。酔い神様の大切な世界をこれ以上壊させてたまるかよ。笑ってる。あー、ボコられたやつだ。わ、こいつスピリットをシェイクしやがった。あ、おい。こら！逃げるな、畜生。さまよい、オイラはシェイカーを追う。お前はこの怪物を相手してくれ。ただ気をつけろ、こいつはただのスピリッツじゃない。いろんなスピリッツを一つにシェイクした、スピリトゥスという上位種だ。今のお前ならどうにかできるかもしれない。頼んだぜ。気持ち悪い。SDGスピリトゥス。すごい、グランカンとかまである。エルスマっぽい。とりあえず目の前のやつ殺します。なんか強い爆弾の人良くない気もするけど、選択肢があんまりないから。あー、嫌ですね。
てきたね。じゃあもう殺すしかねえよ。弱点か、考えてなかったけど。そうだな、この赤いやつ。近づかんことには、移動しながら殺すか。はい、こういう時に連携なのか。あ、弾付けすげえ食らうじゃん。200か、しかも範囲か。なるほどね。あ、爆弾いっぱい置くとちょっとダメな気がするな。叩きつけて誘爆して死ぬんですよ。囲んで殺すしかねえ。バリを張ることがあります。はいはいはい、キャスターのやつバリ張ったもんね。攻撃押してるで、もうちょいいけるか。そういうこと、そういうことしちゃう。あ、もう。あら。とかない。回復するか。どうしよう。よくないな。まあ倒せそうっすけどね。
リッツ。まあまあ合わせず欲張らず。早い。吸収は早い。全開されてしまったんですけど、爆発するしかないのか。爆発しますか。もしかして MP 切れるの待つパターン。
これは移動、そういうこと。爆弾を置いてもあれなんだ、結果吹き飛ばされる。MP 切れマッパタンっぽいな。あーなるほどね、敵回復しちゃったね。 LR はこういう使い方がある。挟まってんだもんな。邪魔だなこいつ。おびき寄せてこっちに殺せないけど。こういうことっしょ。殴るしかない。もう後に殴り合いですよ。吸収した時とあれが強かったんですよ。攻撃力アップ、攻撃力アップが。それがなければ。はい。
人爆殺されちゃいましたけどね。いない。畜生、デッドシェイカーめに取り逃がしちまった。こっちはうまくやったみたいだな。にゃっはっは、余裕だったぜ。さまよいたん。キャスタン騎士団の刃の前ではあんなお化けなんて瞬殺なんだから。やっぱ出てこない。吹き飛ばしちまったからな。目覚めたんだろうな、ここで死んだから。かわいそうだな。ああ、そうか。戻れないのか。いや、悪い。お前にだけ話したいことがあるんだ。デッドシェイカーについて教えておかないとなと思ってな。顔と腕を取り戻せなくてごめんよ。あいつ、デッドシェイカーは肉体や魂を奪い取ってしまうんだ。そうですか。なんで人間の肉体を奪うのか不思議か。理由は簡単だよ。この世界の住人も人間の肉体さえあれば宵の世界を抜け出して現実へ行けるんだ。きっとそれがシェイカーの目的なのさ。スタン、オイラも奴をずっと追っているんだ。このままにしてはいけないからな。でもデッドシェイカーは神出鬼没で、いつ追いかけても必ず逃げられる。理由はおそらくこの世界に来る人間の中に奴の仲間がいるからなんだよ。え？奴はその仲間を通じてオイラの行動を全て把握しているんだ。裏切り者がおる。デッドシェイカーを野放しにしていたら現実も宵の世界も壊されちまう。オイラも宵の世界を守るために奴を捕まえたいんだ。なあ、さまよい、お願いだよ。オイラに協力してくれないか。もちろん手伝うよ。こいつ報酬って言っても何も持ってなさそうだからな。オッケー、スタンプ。協力者か。心が欠けた人間だろうさ。現実世界でいろんな客と話して心が欠けた人間を探してくれ。宵の世界には罪深い人間を罰する断罪状ってのがある。怖っ。怖っ。怖っ。断罪するんすか。めっちゃ殺したな。いや、アイテム売りたい。あら、寂しくなっちゃった。怖っ。怖っ。心が欠けたってそういうこと？なんか殺しちゃって罪悪感ある的なことですか？いや、心が欠けるの、そう思ってたより重くない？いらっしゃいませ。対応するバーで死体を見た。いや、そりゃそう、そりゃそういうリアクションになりますよ。何かと暗示かもしれません。すげえなんかヒント出すじゃん。対応する。
めちゃくちゃ喋るじゃん。お客様の中に罪人がいるということですね。めちゃくちゃ知ってるやん。断罪状への道は不意によって通れないと聞いていたのですが。え？そうだよ。なんで詳しいんですか。割とそこまで進んでるその常連さんがいらっしゃると。ディープシーの目的、うん、しかしどうにも回りくどい。なんか言い方が急に。大丈夫か。仮に心が欠けた人間が協力者となったとしても裁くためにわざわざ断罪状に連れていくなんて、その酒のせい、ディプシーが直接手を下せない理由でもあるのでしょうか。めちゃくちゃそそのかすやん。あいつ酒のせいだったんだ。マスターめちゃくちゃ怪しいやん。新たなるベース、あー気になる。いらっしゃいませ。増えてる。コーヒーリキュール好き。こうなった。属性。戦士か。ロックバックか。何、初回ダメージ無料。強い。あ、経験チャップ。安い。お金獲得アップ安い。草刈り、ああ安い。草刈り HP かな。エナジーの最大アップ、いいな。大丈夫。草刈り HP 強いな。草刈りか。はい。アイテム売りたいんだよな。まあでもこんなもんか。ああ人増えてる。ちょっとね、まあ今日はここまでにしときますか。まあ、とりあえず一つ目の塔みたいなやつ、世界を倒しまして、まあ、あとはキャラクターも、仲間に行けるキャラクターも増えてますし、まあ、多分特性があったような気がするけれども、ちょっとそれは調べます。なんだっけ、キャスターか。キャスターは MP 多くてね、使いやすかったような気もするけど、多分ここら辺の人たちも使っ、何らかしら特性があるだろうかな。まあ、より、さっさとお金を貯めて、冒険に行って、で、有利に進めていって、まあ、サクサクと、クリア。このストーリーがどうなるかだけ気になりますけど。まあ、とりあえず今日はこの辺にして、また、多分今日の夜ぐらいには、再びやると思うので、まあ、その時に、ちょっといろいろ調べたものをご披露できればなと思います。いや、今日初めて、
ストリーミングっていうやつをやったんですけれど、まあ勉強になりました。まあ、ちょっとその音声とこのマイクのレベルもちょっと確認しつつ、まあ、次回やるときにちょっとよりお聞きやすい感じにはしようかなと思ってます。自分もちょっとね、何喋っていいか分かんないことも、まあ余計な話か。まあお疲れ様でした。それではこれで終わります。